日本放送アナウンサーの吉田ひさのりです。ノッティーVで毎週火曜夜8時から生放送している吉田ひさのりがアニメで企んでる。次回はこの作品、銀のさじ。荒川博文先生原作の人気コミックがついにアニメ化されました。シリーズ構成脚本はアニメウサギドロップも手掛けた岸本拓さんなんですけど、この人が一筋縄ではいかないすごい人なんです。吉田ひさのりがアニメで企んでる、次回は8月6日火曜夜8時から生放送。